はいどうも、せつなです。なんか昨日視聴者さんから面白いエピソードをいただいたのでちょっと紹介していこうと思います。昼休みに花粉症の薬を飲んでたら友人に、何それ精神安定剤って聞かれて吹いたら、精神安定剤飲んでるのに精神安定してないじゃんって言われた。いや面白すぎわろ。ということで今回もやっていきましょう。殿堂入りポケテに突っ込んでみた総集編第3弾ということでね、あと総集編でしか見られないものもいくつか詰め込んだのでぜひ最後までご覧ください。ということでこの動画が少しでもいいと思ったらチャンネル登録と高評価、あとツイッターのフォローもよろしくお願いします。それではどうぞ。お、これは男性が入ってますね。大丈夫でしょうか。スプラトゥーンの新しい武器が斬新。おー、インクかい。この問題は誰にやってもらおうかな。全員下向いちゃった。ご飯にする？お風呂にする？それとも混ぜて雑炊にする？わ、きったね。注意、悪臭がします。風呂に入ってください。俺のこと？秘密道具カタログ。海水の素、これを川や湖に入れると海水になる。つまり塩である。いやそうだけども。幼稚園の運動会にて園長先生の一言、まあこれはみんなで楽しくやりましょうとか、怪我はないようにとか、そういうことですかね。勝たなきゃゴミだ。おお重い重い。漫画でわかるかよ、孤独な俺の気持ち。おお何があった。一口ちょうだいが全力。可愛いから許す。顔が濡れて力が出ない。いや某子供向けアニメ。はあ、どうしたの。最近仕事が忙しくて。え、今日は公園にいたよね。おー、言うな言うな。ご迷惑をかけて誠に申し訳ありません。今しばらくの間お許しください。なんで俺が。おー、心の声漏れとる。おー、この赤ちゃん今にも泣き出しそうですけど。両親の営み中は必死で夜泣きをこらえるけなげな赤子。えらいえらい。試験前日夜、とんかつ5枚食べる。試験当日朝、キットカット10個食べる。試験直前、レッドブル1本飲む。試験開始、歯に詰まったとんかつが気になる。おー、集中しろ。意外と知られていないが、じゃんけんで勝った人は取りに行けば粗品をくれる。行ってきます。息も脈も止まっていますね。え胸元静かなんつって。おー、空気読め。すげー迫力。まるで違う世界にいるみたい。ははは、まだ電源入れてないぜ貧乏に。おー、殴れ殴れ。お前誰に向かって言ってんだ。公務執行妨害で逮捕してやろうか。コスプレ野郎、指を刺すな。お前かい。お父さん、お母さん、お子様の勉強のことで悩まないでください。勉強がわからないのはお子様のせいではありません。あなた方の DNA の問題なのです。おー、言うな言うな。いとこと映画へ行くんだ。おはよう、のび太さん。ガン虫。僕の太ももでタバコ消すのやめてくんない。おお、灰皿使え。漏れそうなのにトイレのドアノブ取れた。はい、四つ。これはのび太が落ち込んでいるところをしずかちゃんが慰めてるシーンですかね。たけしさんのゲロよ。お前最低だな。そっくり。留守番させよう。立たされているみたいで格好悪い。好きな格好に直しなよ。じゃあな、本物。いや意味な。僕を産んだ時ママは痛かったの？ママに聞いてね。おー、違うんかい。おー、めっちゃ血流れてる。遊び半分で入ったお化け屋敷が。おー、レベルが違う。てめえ待ち上がれ。富岡さん、理由を説明してください。さすがに言葉が足りませんよ。言葉、違うそうじゃない。挨拶をするだけで相手から良い印象を持たれます。お手本の挨拶をします。ウィース。おー、最低な挨拶。おー、これは女の子が成人向け雑誌のコーナーにいますけど。あ、私綺麗に撮れててよかった。おい、さあジャイアンリサイタルはまだまだこれからじゃ。もうさすがにやめたれ。聞きたいか、俺の武勇伝。おぎらじやないかい。これは落ち武者ですかね。めちゃくちゃ怒ってますけど。許さんぞ。1000円カット。おー、クオリティゴミ。すぐ神って言葉使う中学生に対して、まあ小中学生はね、神とかそういう言葉使いたがりますよね。具体的には何を司る神ですか。おー、やめろやめろ。うわ、めっちゃ勇者強いやん。寝とこ。おー、ねんなねんな。おー、これめちゃくちゃ焦ってる様子ですけど、なんかあったんですかね。家に宿題あるんだろ、今から取りに行ってこい。はい、終わった。自転車のほとんどを盗まれた。おー、新しいのかえ。ピカチュウ、一緒に旅しようぜ。オッケー、ピカチュウ。おー、危ない危ない。葬式の時にやってはいけないことランキング1位。なんでしょうね、これは笑うとかですかね。生き返る。おお、そんなサプライズいらん。一緒に歩くといいことがあるよ。俺足ねえから。なんかごめん。私がレンが万引きしたって証拠がどこにあるんですか。おお、顔に出とる。
とりあえず暗証番号には1が入るのね。おい、君に決めた。かっこいい。ただいま。あれ、誰もいない。子供たちも。ああ、俺独身か。頭おかしい方。家が雑。ご冥福をお祈りします。こうなったのは自分に非があるからだという発想はあなたの中にはないのですか？もしそれがなかったらあなたは本当のバカですよ。万引き犯がもう少しで店長を論破しそう。おお、店長負けんな。おお、綺麗な夕焼け。ポケモンボールの中。おお、見えなくもない。これは戦っているシーンですかね。かっぴたね。父ちゃんが苦労して手に入れてくれた幻の魚、普通にスーパーで売ってた。はい、強い竜巻だと毎秒100メートル近い風が吹くが、これは僕が阻止する。おお、本当に阻止できそうで草。ガーガー、僕ミクロス命令すれば何でもやるです。すげえ、一人で動いて喋ってる。おお、それなら俺で驚け。いや、そうだけど、たくさん宿題を出したはずだが、こうして出歩いてるところを見ると全部やったんだろうね。そっちもこうして出歩いてるのを見るとテストの採点終わったんだろうね。だろうな。牛丼、豚丼、曲を選ぶ丼、ブルコンボだ丼、樹液を吸うカブトムシ。いや、見えるけど。ねえねえ、コンタクト見つかった？プチ。はい、終わった。一番ご飯に合うおかずを教えてください。人の不幸、飯うま。なんぼあってもいいですからね。いや、ミルクボーイ。うるせえ、静かにしろ。もっと引っ張れ。これはジャイアントスネ夫が子犬をいじめていますね。静かちゃんが止めに入ってますけど。やめて、先に血抜きをしないと肉の質が悪くなるわ。おお、空気満々。衝撃の第一声。またこの家か。クッキー焼けるから来てくれない？行く。何が何でも食べに行くからね。お財布持ってきてね。おお、金取んな。これは英語の問題ですね。あなたの言っていることがわかりません。それはどういうこと？おお、もろ日本語。今度また生きて会えるかわからないけど頑張りましょうね。群馬に転勤になった。重い重い。盛り方もブスだな。おお、殺せ殺せ。おばさん。おお、お姉さん。国民のくせに。おお、急にどうした？蓋を開ける。お湯を注ぐ。蓋をして3分経ったら出来上がり。まあ、これはね、皆さんご存知の通りカップラーメンの作り方ですよね。旦那の晩御飯の作り方。おお、喧嘩中。トイレが玄関前にある家。おお、公開放尿。鬼滅の刃。おお、ややこしすぎてわからん。駆逐してやる、この世から一匹残らず。ゴチジェットの CM。 おお、世界観。お、これ炭治郎何やったんでしょう。コナエも噛んだ。うわ、めっちゃ痛そう。あれ、ガチャガチャ入ってるよ。さっき入ったじゃない。まあね、年取ってくるとトイレ近くなるって言いますからね。一人暮らしなのに。おお、警察呼べ。謝る人、謝られる人。真犯人お前かい。牛丼並盛り2つですね。正気ですか？おお、失礼やぞ。落ちそうだからもう少し左へ寄ってくれる？おお、落としたな。この人牛に追っかけられてますね。牛から逃げているように見えるが、その通りである。おお、助けたれや。やる気がない桃太郎。心配するおばあさん。二人が邪魔でテレビが見えないおじいさん。おお、どけどけ。殴るよ。おお、怖い怖い。いやらしい本とか隠してねえし。おお、隠してるやつの顔。すいません。はい。このカレー激辛のはずなのに味がしないのですが。ルーと一緒にお召し上がりください。いや、バカ。これはいかにも怪しい男性に警察が近づいてきていますね。兄さん。いや、気まずい。おじいちゃんが孫にもらって戸惑ったもの。硬すぎるおせんべい。まあ、老人の方は硬いものを食べられないって言いますしね。お墓のパンフレット。これも確かに戸惑いますね。おばあちゃんの水着写真。おい、あの子イケメンね。本当だわ。おめえじゃねえよ。おお、恥ずかしすぎる。何してたんだっけ。知らねえよ。名前聞くと女でも殴るぞ。やれ。え？これは英語版のドラえもんですね。のび太のママがお客用に何かお菓子を買ってくるようのび太に言ってるところですかね。なんでお金くれたんだろう。おお、そっちも英語で聞こえてた。進んでするのが人の情。真似してするのが人の中。言われてするのが人の下。人のことを上中下で区別するのが人のクズ。おお、自己紹介。まあ、昨日。なんやねんお前。宿題3時間はかかるぞ。俺なんか4時間はかかるぞ。僕なんか朝までかかるよ。取引だ。一つの宿題で5分の映画出演はどうだい。おお、出たすぎだろ。みんな塞がってる。どこでもいいから早く開けてくれ。あ、この人終わったみたい。
ここは女子トイレだぞ、何を考えている。お前もや。大人一人でお願いします。おー、無理ある無理ある。これはジャイアンがママに怒られていますね。そんなセリフは奴隷みたいに働いてから言うことよ。うちの会社と同じだ。あ、はい。これは男の人がカッター持って怖い顔してますね。ダンボール目線のワクワクさん。そうかもしれんけど。ああ、いい気持ちだ。ぶ、来たね。僕の太ももでタバコ消すのやめてくんない？おー、やってんな。宿題くらい10分もあればできるよ。まあ、やっぱりできすぎくんは頭がいいですから。難しい宿題も10分で終わらせてしまうんですね。ああいうところよね。いや、そうかもしれんけど。これは円盤投げ像ですね。結構有名な作品ですね。アキラ 0%。 おー、見えとる見えとる。寿司が回ってるぞ。これってどの皿を取ってもいいんですか？その前にテーブルの蛇口で手を洗うんじゃ。おー、サイコパス。これはいろんなプーがありますけど、プリキュアのロゴマークでしょうか？絵の音を選べる時代。選ばんで。新しいハンターが投入された。まあ、せこい。これはガリガリ君とかにあるアイスの棒に当たりか外れか書いてあるやつですよね。当たれ。おー、当たれ。先生、妻を助けてくださってありがとうございます。これはドラマとかでよくある感動のシーンですかね。いいんですよ。いいんだけどね。おー、最後台無し。出勤する前に嫁に言われたら怖いこと。なんか忘れてるよね。今日はまっすぐ帰って。帰ってきたら話があるから。お、何があった？掲示物に漢字の答えがあった。お、今すぐ剥がせ。僕は大きくなったら警察官になりたいです。そう夢を語ったたかしくんは20年後に自宅の警備に当たっている。おー、しっかりにと。はいはい、わかりました。誰か大人の人に買われて。お前や。これは男の子が何か運んでいますね。給食の時間に自分の分の米を持ってくる。おー、給食ガチぜ。おー、どうしたどうした。赤ちゃんできたみたい。うん、そりゃそうなるわ。ピンポンダッシュしたらすげえの出てきた。はい、おつ。この中に一箇所だけルール違反があります。それはどこでしょう？いや、これはわかんないですね。まあ、自分が知らずにやっちゃってるルール違反ってたくさんありますよね。天使の輪が異常に高い。お、ここここ。金を出せ。出さないと。もうこれは強盗ですかね。このモデルガンはお売りすることができません。お、紛らわしい。たまんねえな。おい、子供の言うことじゃねえ。これは注射を嫌がる子供に親がなんか言ってますね。注射なんて嫌だよ。看護師さんは綺麗よ。おー、自分に正直。これは孫がおじいちゃんの肩を叩いてあげてますね。おじいちゃん肩凝ってるね。今楽にしてあげるね。おー、逃げろ逃げろ。これはお客さんと店員が揉めていますね。袋は持ってるって言ったでしょ。日本語わかる？もう店長呼んで。おー、店長は温めますか？温めんな。